はい、じゃあ今から生体応用の施術手順を行います。よろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。はい、こちらにうつ伏せになってくださいね。じゃあここに顔が痛くないところの手前との上で、自分がちょうどいい、ちょうどいいなっていうところにやってくださいね。で手を引いてもらってね、これも動きますから、もし位置が悪かったら動かしてください。はい、じゃあ体の位置を整えます。はい、じゃあ上にかけますね。でもし暑かったり寒かったりしたら言ってくださいね。はい、でもし顔が痛くなっちゃったら顔を横向いたり前向いたりしてもいいですよ。はい、じゃあ楽にしてくださいね。はい、じゃあゆったりした呼吸で体の力を抜いて楽にしてください。何か気になることがありましたら我慢しないで、遠慮しないで言ってくださいね。腰の辺で痛いところはありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？何か押してる時に痛かったり何か響いたりするところがあったら言ってくださいね。はい、あと嫌な感じがしたらすぐ言ってくださいね。我慢しないでね。はい、はい、じゃあ楽にしてください。もうちょっと痛いですか？大丈夫。大丈夫ですか？腰は痛いとかありますか？大丈夫。大丈夫ですか？今日撮影のためにね、ちょっとこう上に上げてやってみますが、寒いところとかはもう少し中でやる場合もあります。はい、棘上筋、胸下筋、大円筋、小円筋、広背筋、粗大筋、脊柱起立筋、菱形筋などしますね。硬いところを凝ってるようなところを見つけたら、少しそこ長めに。ここ痛いですか？少し痛い感じですね。強すぎたら言ってくださいね。また逆にもっと強くやってほしいっていうのがあったら言ってくださいね。